皆さん、こんにちは。信子鉄道部へようこそ。今回は、阪急6300系電車の走行シーンを集めた動画です。6300系は、1975年に、阪急京都線の特急専用車両として、デビューした車両で、以後長きにわたり阪急京都線の、フラグシップトレインとして君臨してきました。現在では、嵐山専用の車両と、京都レインに改造された車両を、の続編車両が引退してしまいました。この動画では、往年の特急車両の、面影を残す嵐山線の、6300系をご覧ください。
戦火から引退し、視線で走っているとはいえ、途中作業としての貫禄を感じさせます。そして、マグーンの車体は相変わらず美しく、かっこいいですね。また、阪急で唯一の二飛び車としても、貴重な存在だと思います。それでは今回の動画は、これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。